ずさちゃんが人殺しになるのは嫌です。そんな、そんな憂鬱で不愉快な物語、後味の悪い物語は、もしそれが正しいとしても、この世界の真実だとしても、私は好きじゃありません。私は平凡なのが好きです。平凡で何の個性もない私ですが、私のこの好きな気持ちだけは誰にも譲るつもりはありません。友情で苦難を克服して、努力がけなされなくて、幼稚であっても最後にみんなが笑えるような物語、最後はみんなが幸せになる物語、そんな平凡な物語が好きです。誰であろうと私たちに強要はできません。私たちが作っていく物語は私たちが決めます。ですから今から始めます。私たちの物語を、学園と青春の